こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はマリーアントワネットの妹の話をしよう。正確には義理の妹だな。マリーさんの末路は有名だけど、義理の妹さんも同じように悲惨だったの？ルイ16世や18世、マリーアントワネットなど強烈な存在の陰に隠れてはいるが、むしろ彼女の方が悲惨と言ってもいいくらいだ。一体何があったっていうのよ。妹は最終的に処刑されるんだが、その処刑は伝説とも言われているんだぜ。というわけで彼女の辿った人生を幼少期から紹介していこう。お願いするわ。今回の主人公である、エリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランスは、1764年にベルサイユで生まれたんだ。彼女の父親はルイ15世の息子であるルイ皇太子。つまり、当時の国王であるルイ15世の孫娘ってことだな。生まれから勝ち組じゃない。それがそうでもないんだよ。というのも、エリザベートには3人の兄と1人の姉がいたんだ。すでに王位を継承する存在がいたってこと？ああ。生まれた時点で彼女が、王家で主要な役割を担う可能性はほぼなかったんだぜ。通常は王家の子供が生まれるとすぐに、ベルサイユがお祭り騒ぎになるんだが、エリザベートの誕生は一晩明けてから発表されたらしい。王家に生まれたから勝ちってわけじゃないのね。そういうことだな。さらに、この小さな王女の人生は初っ端から悲劇だらけなんだ。まず、1歳の時に父親が結核でこの世を去ったかと思えば、それから1年後くらいに母親も結核でこの世を去っているんだぜ。2歳で両親を亡くすのは悲劇すぎるわ。本当の親の顔もほとんどわからないまま孤児として育ったエリザベートだが、王家の生まれということもあって、それなりの教育は受けていたんだ。しかも彼女はかなり知的で最終的には科学者レベルにまで到達していたらしい。めちゃめちゃ優秀じゃない。エリザベートの知能形成には祖父のルイ15世が大きく関係しているんだぜ。ルイ15世は幼くして孤児となった彼女を特に可愛がっていたらしく、植物園に行く時なんかはエリザベートの同行を許していたんだ。植物園は特別な場所だったの？ああ、今はなくなってしまったが、当時は重要な園芸学や植物学の研究の場だったんだぜ。彼女はここで祖父から花や木への情熱を学んだんだ。だが、そのルイ15世もエリザベートが10歳の時にこの世を去ってしまうんだよ。この時彼女は葬儀にも参加させてもらえなかったらしい。10歳で身内が3人いなくなるのはメンタルもたなそう。祖父が亡くなった後彼女の宮廷での地位は変化していったんだ。次期国王になるはずだったエリザベートの父親はすでにこの世にいないから、新しい王には彼女の兄が選ばれてルイ16世として即位したんだぜ。ルイ16世については概要欄の動画で解説しているからチェックしてくれ。一気に国王の妹になったのね。ああ。ただ、これに関してはすでに決まっていたことだから特に問題はないが、問題だったのはエリザベートが11歳の時に実子のクロケルデが結婚して宮廷を去ったことなんだ。この二人は本当に仲が良くていたずら好きで、何でも一緒にしていたんだぜ。おじいちゃんに続いて大好きなお姉ちゃんとも別れなきゃダメなのは辛いわ。残されたエリザベートに関しても、まだ10歳ではあるがすでに結婚のことが話題になり始めていたんだ。どこかの皇帝やポルトガルの王子あるいは有力貴族の王子など、様々な噂があったが結局、結婚の計画は具体化しなかったぜ。まあまだ10歳だしね。エリザベートの新人深さから王女よりも修道院長になるべきと考える人もいたらしい。兄のルイ16世からもその提案があったんだが彼女はそれを断っているんだ。ずっと宮廷に残りたかったのかしら。幼い頃から家族と離れることの連続だったから寂しさもあったのかもしれないな。そんなエリザベートのためにルイ16世は素晴らしいプレゼントを送ったんだぜ。何をあげたの？領地だ。ある午後、マリー・アントワネットはエリザベートを散歩に誘って、馬小屋や付属建物もたくさんある広大な公園へと連れて行ったんだよ。その公園が彼女の領地ってことかしら？ああ。しばらくするとアントワネットはこの場所についてどう思う？と尋ねたんだ。エリザベートが素晴らしいですと答えると、そう、妹よ。ここがあなたの家ですと言ったらしい。粋なサプライズだこと。というかアントワネットさんはエリザベートさんを妹って呼んでたのね。ああ。彼女たちはお互いを姉妹と呼びしていたそうだ。ちなみに、領地は与えられたものの夜はベルサイユに戻らないとダメだったんだぜ。当時の女性の成人年齢である25歳になるまで、そこに寝泊まりすることは許されなかったんだ。まだまだ子供扱いされてたってこと？ああ。さっきも言ったが10歳も離れてるからな。ただ、彼女にとってそこが避難場所になっていたのは間違いないぜ。彼女は領地にいる時は多くの慈善活動に専念したんだ。王家の人の慈善活動はあんまりイメージ湧かないわ。エリザベートは慈悲深い女性で、診療所を組織したり、配給したり天然痘の予防接種も実践していたんだ。多くの慈善行為によって地元の住民たちの心をつかみ、良き婦人と呼ばれていたんだぜ。貧しい人々は食べ物や温かいものが欲しければ、彼女のところに行けば良いと思っていたそうだ。
疑って申し訳ない。そのお金の大部分は当然ながら、フランスの王女としての資産ではあったが、貧しい人々の支援に使っていたから何の問題もないぜ。むしろ、それが正しい使い方なのよ。彼女は慈善活動の中で医師であるダシー博士に出会ったんだ。彼はフランス王家の子供たちを診察する医師の助手をしていたんだぜ。ダシーはエリザベートの後見人のような存在となったんだ。そこに恋愛的な何かはあったのかしら。エリザベートはダシーの訪問を楽しみにしていたし、お互いに科学への情熱を共有していて、散歩中に植物を観察するという口実で気づかないうちに親密になっていったらしい。ただ、彼女はフランスの王女としての義務をよく理解していたんだぜ。どういうこと？エリザベートの地位が二人の関係の発展を許さないことをわかっていたんだ。身分の差ゆえの禁断の恋ってやつだな。ローマの休日的なあれだぜ。友人に宛てた手紙に、彼は美しかったって書くくらいだから恋心はあったと思うぞ。物語みたいにそこから先へは進まなかったのね。ああ、当時の情勢的に、そんなことにうつつを抜かしてる場合じゃなかったってのもあるけどな。革命が近かったのかしら。その通りだぜ。エリザベートが25歳の誕生日を迎えて成人になった頃に、ちょうどベルサイユでは三部会が開催されていたんだ。フランス革命の勃発のきっかけとなった身分正義会だな。じゃあもう革命はすぐそこじゃない。もはやルイ16世の手に負えなくなっていることが明らかだったし、しかも彼は長男を亡くしたばかりで心ここにあらずの状態だったんだぜ。あれよあれよという間に国民議会が発足し、バスティーユ牢獄が陥落して王の特権は廃止されたんだ。エリザベートが生きてきた世界が文字通り崩壊していったんだよ。亡命とかはしなかったの？もちろんその話は浮上しているぜ。ただ、他の王族が亡命を選択する中で、エリザベートは危険を顧みず兄と義士のそばにいることが義務だと考えたんだ。めちゃくちゃ溺愛モードじゃない。ただ、危険は危険だからエリザベートは家族と共にベルサイユを離れることになったんだぜ。その道中で彼女の愛する領地の壁と門が見えると、小さなジェスチャーを送ったんだ。それを見たルイ16世が、領地に別れを告げているのか？と聞くと、エリザベートはいいえ、陛下。さようならを言っているのですと答えたらしい。何が違うの？この革命が終わる頃に、おそらく自分たちは無事ではないってことを理解していたんだ。なるほどね。ベルサイユからチュエルリーへと移った家族は四六時中監視下に置かれている状況だったんだが、エリザベートはダシーの助けを借りて宮殿から多くの手紙を密かに送り出していたらしい。たとえ自分にとって大きな犠牲を払っても、近親者を守ろうとしたんだ。成人にすら見えてきた。周囲の人たちは彼女だけでも逃げるよう説得するんだが、エリザベートは聞く耳を持たなかったんだぜ。意見の相違がどれだけ大きくなっても、兄であるルイ16世のそばにいると決心していたからな。初めから覚悟が違いすぎたのね。ああ。その間にも王家の逃亡計画が立てられたんだが、ルイ16世がためらってなかなか進まなかったんだ。だが、1791年6月20日の夜にエリザベートには事前の告知もなく、チュエルリー宮殿からの逃亡が始まったんだぜ。せめて明日逃げるからくらいは知りたかったでしょ。急遽、逃亡した王家だが21日にあっさりとバレンヌで逮捕されてしまうんだ。チュエルリー宮殿への帰路では、王家の馬車が群衆に揺さぶられ、唾を吐きかけられたらしい。ゾンビ映画のワンシーンみたい。その後チュエルリー宮殿でエリザベートは、アントワネットと間違えられて襲われたんだ。だが彼女は否定することなく毅然として武器を下ろしなさい。私を傷つけるつもりがないことはわかっていますと言ってその場を収めたんだぜ。威圧感半端ないわね。だがこれは単なる事態の延期に過ぎず。今度はより強大な暴力を伴って群衆は再びチュエルリー宮殿を襲撃。王家の人たちは避難せざるを得なくなって王政の終わりを告げるんだ。エリザベートさんはどうなったの？彼女はそれでも亡命せず兄のそばに留まることを選んだぜ。そのまま王家の人たちはタンプル島に幽閉されてしまうんだ。ルイ16世は裁判にかけられて、その後処刑され数ヶ月後にはアントワネットも処刑となるんだ。また自分より先に家族がいなくなったのね。ああ。そしてエリザベート自身も裁判にかけられるんだが、午前10時から午後1時までの3時間で、彼女の周囲の人々全員の処刑まで決まったんだぜ。まあ、裁判なんてほぼ形式だけなんでしょ。そして1794年に祖父のルイ15世がこの世を去ってからちょうど20年後、エリザベートは荷車の一つに乗せられて処刑場の革命広場に向かったんだ。この時両手を後ろで縛られた彼女には、群衆からとんでもない罵声が浴びせられたらしい。思ったけどエリザベートさんってそこまで悪くないわよね？ああ。彼女は刺繍が好きではなく綺麗なドレスや宝石にも全く興味がなかったから、他の王族のベルサイユでの贅沢な暮らしとは若干違っただろうな。しかも、大人になってからは宮廷の生活様式や弊害に対してとても批判的だったんだ。
貴族が税金を払わないことに対しても非常に批判的で、周囲の貧困に非常に注意を払っていたんだぜ。しかも、慈善活動もしてたって普通に許されていい案件でしょ。まあ、どこかで亡命していれば生き残る道はあったと思うぞ。でも、自分の判断で兄のそばにいると決めたんだからこうなることも織り込み済みだったんだよ。もはや、王家に生まれたことが罪だったのね。そういうことだな。そんなエリザベートは、フランス革命に関わってギロチンにかけられた人の中で、最も毅然とした態度を示した人物だとされているんだぜ。実際、彼女は断頭台の刃の前でも一瞬もひるむことはなかったらしい。それだけ覚悟が決まってたってことかしら。彼女には失うものがあまりなかったというのもあるんだ。ふさわしい夫が見つからなかったため結婚せず修道院に入ることもなかったから、子供もいないし最愛の兄や義士もすでにこの世にいないからな。ダシーさんは？もともとは身分違いの恋だから巻き込みたくなかったんだと思うぞ。私のことは忘れて普通に生きてくださいって感じだな。あと、子供がいなかった分彼女は親や名にかなりの愛情を注いでいたんだ。とにかく家族を大切にする人だったのね。エリザベートが処刑の数日前に書いた手紙には、名誉、食料が不足した場合に備えてストーブに食べ物を保管しなさい。毎日体操をしなさい。など、名に対して刑務所でどのように生き延びるかの指示があったらしい。最後の最後まで家族の心配だなんて。そして最後に、決して誰にも何も頼んではいけません。あなたの血と血筋を決して忘れてはいけません。あなたの運命を神に委ねなさい。決して人間には委ねてはいけませんと締めているんだ。やっぱり処刑はなしにできなかったのかしら。まあ、どれだけ成人でも処刑の運命からは逃れられないんだよ。処刑場に連れてこられたエリザベートは、最後に処刑されることが決まっていたから、一緒に処刑される仲間をおのおの励ましていったんだ。最後まで成人ね。一人一人に会って抱擁した後、彼女は賛美歌や聖歌を歌い始めたんだぜ。彼女の歌を聞いた群衆は最初は笑ったり嘲笑したりしていたんだが、最終的には黙り込んで彼女に対する畏敬の念を持つ人すらいたらしい。嘲笑からのだんまりは最高にモブキャラって感じだわ。そして、エリザベートが断頭台に登る番になった時、断頭台までの道のりは、彼女が支えてきた仲間たちの血の中で満足に歩ける状態じゃなかったんだ。すぐに処刑は執行されるんだが最後に彼女は微笑んでいたんだぜ。笑顔で処刑って某海賊王みたい。処刑後の広場にはバラの香りが漂ったとさえ言われているんだ。さすがにそれは伝説すぎるわね。彼女の遺体は共同墓地に送られて埋葬されたんだが、それからしばらくしてロベスピエールの遺体が同じ共同墓地に運ばれてきたらしい。エリザベートの最後はそれだけ象徴的だったってことだな。ロベスピエールって誰だっけ？フランス革命期で最も有力な政治家だぜ。ロベスピエールについては概要欄の動画をチェックしてくれ。わかったわ。エリザベートがこの世を去った後、革命期に彼女の領地は競売にかけられて軍の病院になった後、時計製造所に転用されたんだ。さらに時代が進むと敷地内には技術学校や集合住宅も建てられたんだぜ。1970年代には大規模な住宅開発計画も持ち上がったんだ。もう跡形も残ってないってことかしら。彼女が生きていた頃の建物はすでに石一つすら残っていないんだが、庭園はギリギリ残っているんだぜ。エリザベートに捧げる展示会なども開催されているし、彼女の愛した公園や庭園は魅力的なままなんだ。未だに残っているのはすごいわ。ベルサイユ宮殿には彼女の油絵や素描が残っているらしいから、付近を散策すればエリザベートを感じることができるかもな。機会があれば行ってみたいわね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。